2000年自分は誰でここどこなのか予想つかない未来に備え過去を遡って出す答え。時は遥か縄文の時代に訪問、伝えに降りてきた自然との共存、神羅万象に大変リスペク、人と環境に関係見つけ、感謝の気持ち、全ての命、豊かな緑、太陽に祈り、愛する緑、深める親睦、努めて品よく振る舞う民族、耕す米、美しい嫁、夕焼けが山を真っ赤に染め、午後の6時空が告知、栄養バランスの取れた食事、和食伝統的に健康的、今じゃ世界中でも現象的、毎年夏に神輿も担ぎ、日本の祭りかなり熱い、深い美意識、豪華な儀式、鮮やかな式、心は錦、本来潔いはずの魂、長い眠りから目を覚まし、神を受け入れた国、新制度組、平和に住み、周りは海、真ん中に富士、太陽の恵み常に育み、火山の噴火が文明生んだ、地層が積んだ重なる文化、知的水準高い随分、切り抜けてきた過去の悪い運、すげえ精密、日本の芸術、休み平日もなく誠実、果てしない努力、残された書物、勤勉で素朴、歴史ある母国、無数の資料、都市部な色、一周何キロもある広い城、明治維新で文明開化、若い精神が運命変えた、新しい才能次々に採用、新型の技術で時代に対応、数々のハイテクで問題解決、つまり向上心が大切、終わり占領か、低い演奏場、まさにゲームオーバー、再出発する、日本人大復活する、自尊心いいもの世界に届ける願い、スケールもでかい見事な狙い、はじめは線や機械の部品、描く目指す未来の国で、今も PC でいじくる CG、 例えば 3D のハイビジョン TV、 デジタル衛星それと高級車、時代は平成、全てコンピューター、この広い地上が巨大な市場、ターゲットのマーケットにまさに理想、進歩のレベル最高域、世界が認めるハイクオリティ、21世紀じゃもう普通の子だって行けるようになる、宇宙旅行、歴史が語る日本の心、士気も高まる、引きずるところ。